ご覧あれ、ご覧あれ、ご覧あれ、ご覧あれ。少し落ち着かない気分ですね。少し落ち着かない気分ですね。似合いますか？いかがかしら？見とれる？見とれちゃってる？見とれる？見とれちゃってる？見とれる？見とれちゃってる？バーン！着替え完了！バーン！着替え完了！うんうん、私にぴったりだね！ふふ、似合うだろ？いい仕立てだ。いい仕立てだ。はい。どこに向かう？護衛は任せてくれ。出発ですね。長時間いるのは体に悪そうだ。最初は手短に済ませよう。やがったな。オーラの弱点が分かりました。ソフィー、一緒に行きましょう。決まって、決まって、狙い撃ちです。あそこが弱点か。私が行く。クラフター、そのまま行け。狙い撃ちです。覚悟はできたか。時に引火しねえだろうな。重い霧。これでいい。苦しんでいたせいか、とっておき。雨を見ていると心が安らぎます。一瞬で晴れにできるって便利だな。元の世界でもできればいいのに。この調子でどんどん集めるわよ。さあ、とっておき。雪っていくつになってもワクワクしちゃうよね。
味は何だろう。てやっ、いい素材が手に入りました。てやっ、砂に小石が混じってるな。こういうの気になるんだよ。さあ、とっておき。ここまで見事な晴れ空は少し苦手です。せーの、絡まるよりも細くて切れてしまう。慎重に採取すればな。これをここにっと。こう見えてこの服は防寒完璧なんです。これが錬金術の力です。どこにでもありそうな砂だが、本当にこれで良いのだろうか。てや、薬になるものはあって困るものではない。多めに持って帰った方がいいぞ。小さすぎない。いい感じの大きさの石を選ぶのって難しいのよね。せーの、せー、素材集めは荷車を用意してからやるべきではないのだろうか。使えても売れたりはしないよね。てや、いい毛皮が取れたら少し分けて高値で売れるんだもん。と、えい、おい、匂い漏れねえようにしとけよ。他の魔物が寄ってくるからな。えい、砂にも良し悪しがありますから、いい砂を選んで採取しましょう。さあ、とっておき。
やっぱお日様の光って最高よね。雨の中動かなきゃいけないのか。ま、文句言ってても仕方ないわ。さあ、とっておき。降り積もって先に進めないなんてことになったら笑えないわよ。ソフィー、後に続くぞ。決まって、そうだ、終わりだ。さあ、ティーボルトさん、指示をお願いします。終わりだ。さあ、いけー、そうだ。ラミゼル、息を合わせろ。終わりだ。さあ、オリアス、行くわよ。こいつも食らいな。食らい、敵を燃やし、これでだぞ。危ねえぞ。さあ、行くわよ。負けないよ。私たちの勝ちです。また強くなっちまったぜ。せーの。これって素材だよな。言えるな。ま、動いてりゃ温まるだろう。ザク
っと。植物は採取した後が大切です。そう、腐らせないように持ち帰らなければ。大丈夫かよ。中に蜂残ってたりしねえだろうな。えい、いい素材が手に入りました。中身は何だろう。えい、結構重いですね。よい、無事に持って帰れるでしょうか。てや、薬になるものはあって困るものではない。多めに持って帰った方がいいぞ。これをここにっと。一瞬で晴れにできるって便利だな。元の世界でもできればいいのに。てや、えい、お、素材発見。この調子でどんどん集めるわよ。さあ、とっておき。雪っていくつになってもワクワクしちゃうよね。と、石ってマジで石じゃねえか。持って帰るの大変なんだぞ。ったく。中身は何だろう。えい、やった、燃料、やば、手についちゃった。早く拭かなきゃ。お、毛皮が取れたら少し分けて、高値で売れるんだもん。せー、大きすぎず小さすぎない、いい感じの。中身は何だろう。石を選ぶのって難しいのよね。
それをここにと。こう見えてこの服は防寒完璧なんです。これが錬金術の力です。これをここにと。降り積もって先に進めないなんてことになったら笑えないわよ。お、これって素材だよな。アレット、よし発射。
食らいな。俺様に勝てるわけねえだろ。まだまだ強くなるよ。力がみなぎってきた。えい、水って結構使うんだよね。よいしょ。宝石は何かとよく使う素材ですよ。絶対に持って帰りましょう。どこに向かいますか？よし、どれにしようかな。材料はっと、まずはあれから。いや、それとも、ここにしよう。すごいのできちゃうかも。さて、どう料理しようかな。これはここ、ここにしよう。これはここ、これはここ。どの特性にしよう。こんな感じかな。一気に仕上げるよ。いた！どれにしようかな？何を作っちゃおう。
したいもの。冷えるな。ま、うん。この声ってさっきのやつ？そのようですね。どうやらすぐ近くにいるみたいです。声聞こえなくなったね。何だったんだろう。私たちへの威嚇？いや、それなら一度で終わるはずはないですし。慎重に進んでみましょう。これはエルビーラの眷属かな。そうみたい。どうやら声の主はあいつだったようね。なんだ、怖がって損したよ。近くにいた魔物とでも戦ってたのかな。かもしれないね。おかげで安心してプラフタの魂を探せそうだよ。ラミゼル、襲ってこねえって話じゃなかったのか。私にもわからないわ。エルが襲わないように指示をしたって言ってたのに。でもさっきまではおとなしかったよ。それが急にどうして。話は後だ。来るぞ。私が行こうか。オリアス、連携攻撃だ。覚えろ、これでどうだ。覚悟はできたか。さあ、容赦なしか。
ら弱いところがあるな。ヒーボルト、連携で行くぜ。イカズチの剣、見せてやろう。逃がさしねえよ。息を合わせろ。敵を燃やしてまだまだ。イカズチの剣、見せてやろう。禁物だ。持ってて正解でした。ナビゼルさん、手伝うよ。敵を燃やし、こらこら攻撃。これで剣も使えるんだぜ。あそこが
弱点、ソフィー背中を任せて。私の動きが見える。容赦なしでくっきなさい。どうやらあそこが弱点みたいだな。おい、俺にやらせてくれ。あそこが弱点だ。あれ、無理はするな。よし、風よ。覚悟はできたか。さあ、後ろに続くぜ、ラミゼル。敵を燃やし、このラバラ。もう暗いな、出さねえ。気をつけて。とっておき、使っちゃおう。私なら弱点はつけそうです。援護させてください。僕の剣に。使わせてもらう。あれってオーラの弱点？あそこを狙えば壊せるかも。あったよ。下がれ、無理は禁物だ。オリアス、連携攻撃だ。逃がしゃしねえよ。イカズチの剣、見せてやろう。弱点ね。援護するわ。ソフィー、背中を任せて。攻撃、どうだ。これは熱いわよ。これにだわ。ナミゼルさん、手伝うよ。敵を燃やし、このラバラ。攻撃、背中を任せて。攻撃、これで。これは熱いわ。これでだわ。終わりだ。これ使えるかも。弱点はつけそうです。ラミゼル、あなたに合わせます。これは熱いわ。これでだわ。倒れなさい。弱いところがあるな。どうだ、狙えるか。誰も逃がしますか。ちょっと無茶しすぎよ。カルト、後に続くわ。
回りだ。これでバッチリだよ。どうやらあそこが弱点みてえだな。おい、俺にやらせてくれ。これはどうぞ。守ってみせる。後ろに続くぜ、ラミゼル。これは熱いわよ、これでだぞ。剣を使えるんだぜ。オーラの弱点は多分あそこね。ソフィー、背中を任せて。すぐに使うぞ。嫌な予感がする。敵の動きに注意して。敵を燃やし、ほらほら、弱点をつくチャンスかも。一緒に行動する。俺の剣に見せる。どうだ。敵の動きが変です。何か狙っているようです。私の後ろに。あ、弱点っぽいの見つけたかも。あ、ビーボルトさん、私も手伝うよ。イカズチの剣、見せてやろう。それそれ、さあ。そこが弱点みてえだな。ビーボルトさん、指示をお願いします。俺にやらせてくれ。これを使うんだ。飛んでけ。これで。オーラが限界のようだ。破壊するなら今だ。倒れなさい。食いなさい。後ろにいるからな、クラフター。剣も使えるんだぜ。いない。これは熱いわよ、これでだ。強敵だったわね。まだまだ成長するわよ。また強くなっちまったぜ。まだ私は強くなれるということか。少し強くなれた気がします。どうにか倒せたようだな。ああ、たく、どうなってやがんだ一体。指示がちゃんと届いてなかったとかですか？そんなに
ミスはしないはず。と言いたいところだけど、どうなのかしら。あの黒いオーラは、まさか。前に戦った奴らと同じ、だよな。わからん。まだ情報が少なすぎる。とにかくソフィー、今のうちだ。クラフタの魂に呼びかけてくれ。ソフィー、ソフィー、どこにいるのですか？聞こえた。いるのね、ここに。うん、間違いないよ。ソフィー、ソフィー、どこですか？一体どこに？大丈夫、私が助けるから。絶対にどこにも行かせないから。全くだ。大したやつだぜ。奇跡だな。みんなが手伝ってくれたおかげです。私一人だったらどうなってたか。ほらみんな、安心するのはまだ早いでしょ。その魂をプラフタさんの体に戻すまで助けたことにはならないんだから。そうだった。すぐに元に戻してあげるよ。もう少しだけ待っててね、プラフタ。どこに向かう？護衛は任せてくれ。さ、出かけるわよ。アレット、祭七では騒がないようにな。素材を踏んでしまうかもしれないぞ。はーい。って、私は子供が。お待たせ、プラフタ。プラフタの体だよ。ソフィーさん、プラフタさんは？
私は一体。よかった、よかったよプラフター。どこもおかしなところはない？若干ですが、体の感覚が鈍くなっているような感じがします。まだちゃんと魂が体に定着してないんだと思う。でもね、すぐ戻るから。一晩休めば多分。そっか、教えてくれてありがとう、エルビーラ。詳しいことは分かりませんが、私の身に何か問題が生じていたようですね。そうだよ、本当大変だったんだからね。けど助けることができた。ここで出会ったみんなが力を貸してくれたから。ありがたく思えよ。世界一の用心棒の俺様が手伝ってやったんだからな。私たちは少し手を貸しただけだ。君を助けるために一番必死だったのはソフィーだ。え？あなたを助けるために見ず知らずの地で必死に頑張ってたのよ。あなたは本当にいろいろと聞かなければならない話がありそうですね。皆さん、私を、ソフィーを助けていただき、本当にありがとうございます。そして、ソフィー、ありがとうございます。私のために苦労をかけてしまいましたね。ううん、お帰りなさいプラフター。ただいまソフィー。寝てる。もう朝なのに。ソフィー、朝ですよ。いい加減起きてください。ソフィー、どうしたんですか？早く起きてください。まだ眠いよ。プラフト、1時間だけ。1時間ってバカなこと言ってないで早く起きてください。まだ眠いのに。はあ、頭が痛い。まさかあんなにだらしなくなってしまうとは。考えられるとしたら、未来の私を助けられたことによる安心感？それによって今まで張り詰めてた緊張感が一気に解けて素の状態に戻った？いや、まさかあれが素のはずはない。こんなことを私が許すはずないし。一度未来の私から話を聞く必要があるかもしれない。
このままソフィーのだらしなさが続いたらと考えると、うー、頭が痛い。来ましたね。まったく、この大事な日に。大事な日？なんかあったっけ？忘れたんですか？ああ、もう本当にあなたって人は。今日は未来の私とエルビーラにとっての大切な日でしょ？忘れてたんですね。まったく信じられません。急いで行かないとプラフタに怒られちゃう。プラフタ行こう。紛らわしい。自分が二人存在すると不便な点もいろいろあるんですね。勉強になります。向かいますか？頑張ろう！あ！わあ、すごい人だね。ロイテールってこんなに人がいたんだね。まさかこれだけの人が集まってるとは。それだけロイテールの人たちにとってはすごい事件ってわけだね。そうですね。正式な町長が存在しなかったこの町に初めて町長が就任することになったのですから。遅かったじゃねえか。もうすぐ始まるとこだぜ。ごめんなさい、ちょっといろいろあって。はっきりと寝坊と言ったらどうですか？プラフタ言わないでよ。みんなまで。いや、すまない。だがまさか当たっているとは思わなくてな。ソフィーさんたちが全然来ないからどうしたのかなって話してたんだけどね。そしたらプラフタさんが多分寝坊でしょって言ったんだよ。はあ、やっぱり素のあなたはとてつもなくだらしのない人だったんですね。だらしなくないよ。ただみんなからはズボラって言われるけど。どっちも変わんねえよ。どうやらそろそろ始まるようだ。あ、プラフタが来た。やっぱ似合ってるぜ。ロイテール初の町長さんだもん。これくらい派手にやらないとね。あのタスキはあなたたちの仕業ですか？あれなら一発でわかるだろう。あいつがロイテールの町長だってな。すまない、止めようと思ったのだが力不足で。いいじゃん、
こうしてみんな盛り上がってるんだし。クラフト、すっごい恥ずかしそう。これっていつか私も同じ目に遭うってことでは。おお、想像以上に盛り上がってるわね。けどみんな、ちょっとの間だけ静粛にね。さてと、どこから説明しようかしら。やっぱりまずは蝶々さんについて聞きたいかしら。あ、了解了解。それじゃあ蝶々さんについての紹介をしますか。みんな見えてる？この人がこの町の蝶々になるプラフタさんよ。プラフタさんはちょっと特別でね、この世界には事故で来ちゃったの。事故でこの世界にな、そりゃ災難だ。突然知らない世界に来て大変だったでしょうね。プラフタさんもね、本当なら今すぐにでもあっちの世界に帰ってやりたいことがあるの。けれど夢を叶えるために一生懸命な町の人たちに余計な仕事はさせられない。だから少しの間だけ自分がこの町の仕事を手伝う、そう提案してくれたの。私はプラフタさんを信頼できると思ってる。もちろんエルビーラからのお墨付きもあるわ。あとはみんなが認めてくれるかどうかだけよ。どうかしらみんな、賛成してくれる？もちろん賛成だ。ありがたい話じゃないか。ラミゼルさんとエルビーラ様が認めた人なら俺たちも安心だ。この町をよろしくお願いします、プラフタ町長。皆さんありがとうございます。本日よりロイテールの町長となります、プラフタです。皆さんが一日も早く夢を叶えられるよう、住みやすく己を磨きやすい、そんな街にするために全力を尽くしてまいります。これからよろしくね、町長さん。はい、任せてください。ん、さてと、エル、あなたの番よ。こっちいらっしゃい。あの子は、おい、あの羽見ろよ。まさかあの子。あの、エルビーラ。あの、はじめまして。私、エルビーラです。この世界を作ってみんなを呼んできた、その、ごめんなさい、今まで一度も顔を出さなくって。私こんな見た目だからみんなと違う姿見られるの怖くて。でもラミーたちが勇気をくれたからみんなと話をしたかったから、みんなとたくさん話して夢を教えてほしい。私がみんなの力になれるように。だから、よろしくお願いします。エルビーラ様、ずっと会いたいと思ってました。私たちに希望をくれた神様ですもの。歓迎します、エルビーラ様。本当に本物のエルビーラ様だ。エルビーラ様、万歳。よかったわね、エル。みんな、ありがとう。私のこと、受け入れてくれて。
ルさん、お疲れ様。ありがとう。反対する人も出るかと思ったけど、みんな賛成してくれて一安心よ。君は実質的にこの町のリーダーだ。君が認めたという以上、誰も反対はしないだろう。住みやすくなれば夢も叶えやすくなるだろうしな。町の奴らはありがてえだろうぜ。一番いいって思ったことをしてただけなんだけどね。いつの間にそんなことになってたのか。無自覚だったんですか？つくづく呆れますね。そういえばプラフタさんは、蝶々さんとエルビーラ様はどこ行ったの？仕事のことで相談があるらしくて、カティのお店に行ったわ。あの店の2階を町長室として使ってもらってるの。そっか、じゃあ後で差し入れでも持ってってあげよと。そうだ、そろそろお仕事戻らなきゃ。俺様もこの後用心棒の依頼が入ってるんだった。うっかりしてた。私も今のうちに剣の調整をしておかねば。じゃあ一旦ここで解散だね。だな、仕方ね、働くとすっか。それじゃあみんな、またね。何かあればいつでも声をかけてくれ。では私たちは蝶々とエルビーラの元へ向かいましょう。そうだね、私もプラフタとお話ししたいことあったし。はい、私も彼女に聞きたいことがあります。就任式お疲れ様。ああ、来てたのですね、ソフィー、ラミゼル。それに、はあ、やはりどう見ても私ですね。過去の自分と向き合うということが、これほど羞恥心を刺激されることだとは思わなくて。別に恥ずかしいことなんて一つもないと思うけど。プラフトは昔からすごくしっかりしてると思うし。当然です、私はしっかりした一人前の錬金術師ですからね。それよりも私はあなたの体が気になります。一体私に何があったんですか？というか、どうやって魂を移動したんですか？それは当然気になるよね。すこぶる興味が湧きます。やめなさい、過去の私。そのすこぶるという言葉を使うのは何を言ってるんですか？意味がわかりません。いずれわかることになりますよ。ああ、本当にもう。それよりも私の体が人形である理由を説明してください。その件についてはここでは話せません。簡単に話せるものではありませんので。わかりました。それにどうかした？いえ、何でもありません。それで二人はどうしてここに？仕事の話があるとか言ってたけど。はい、先日カティから聞いた話なのですが、ロイテール付近で魔物による被害が出ているようです。魔物なら珍しくないと思うけど、その度に
オリアスたちが頑張って対処してくれてるし。確かに以前から少なからずあったようですが、ここ最近その件数が増えているのです。同時に異常な凶暴化の報告もあり、用心棒たちも無傷では済まない事態になっています。魔物の凶暴化、そういえば少し前にもオリアスさんとディーボルトさんが。はい、オーラをまとった凶暴な魔物と戦ったと言っていました。報告にもありました。凶暴化した魔物は黒いオーラをまとっていたと。なのでその魔物の正体についてエルビーラから伺おうと思っていたのですが。ごめんなさい、私もそれがどんな魔物かわからないの。確かにこの世界を生み出した時に魔物も一緒に生まれてしまうのは本当よ。けど私は魔物の管理やコントロールをしているわけじゃないから。エルビーラに頼めばどうにかなるというわけではないみたいですね。残念ながら。どうやらこの件について調べるのが私の最初の仕事になりそうですね。ごめんなさい、私がもっとしっかりしてれば。気にしないでエルビーラ、あなたが悪いわけじゃないんだから。そうよ、大地が作られる時に魔物が生まれるのは副産物みたいなものなんだし。この件については進展があり次第伝えます。しばらくはゆっくりと体を休めてください。私の件で皆さんにはいろいろ苦労をかけてしまったようですからね。うん、わかった。アトリエでゆっくりしてるよ。ソフィーは錬金術の修行を続けるように。公認錬金術師の試験に合格するまで休息は許しません。あなたソフィーのことしっかり監視してあげてくださいね。ええ、任せてください。私のアトリエで怠惰は絶対に許しません。厳しいお師匠様たちね。ねえねえ、どこ行くどこ行く。よーし、やっぱり上手ね。私とは手つきが全然違うわ。えへへ、そうかな。ええ、確かブラフトさんに教わったのよね。うん、コツみたいなのはブラフトから教わったの。でも基本的なことはおばあちゃんからかな。本当はもっといろいろ教わりたかったんだけど。なるほどね。そういえば前から気になってたんだけど、ソフィーって触媒は使わないの？触媒？触媒聞いたことがありません。どんなものなんですか？調合の時に使うお助け道具って感じね。材料と一緒に入れると素材をつなぐ力にちょっとだけ手助けをしてくれるの。え？そんなのおばあちゃんから聞いたことないよ。すごい！ラミゼル、ぜひその触媒を教えてください。すこぶる気になります。私も知りたい。錬金釜を入れ替えるよりも簡単そう。錬金釜を入れ替えるって釜って変えるものなの？そう、それも気になりますけど今は触媒です。ああ、そうね。まああなたたちには口で教えるよりも実際にやってみてもらった方が早いわよね。
私の持ってる触媒を渡すから、これで実際に試してみて。ありがとう。よし、早速試して。待ってください、ソフィー。せっかくお互い初めて触媒を使うのです。今度はこの触媒を使った勝負をしませんか？え、またやるの？へえ、面白そうじゃない。それじゃあ私が判定役を引き受けるわ。ラミゼルさんまで。どうしますか、ソフィー。自信がないなら受けなくてもいいですけど。わかった、やるよ。初めての触媒だけど絶対に負けないよ。望むところです。それじゃあお題はそよ風のアロマにしようかしら。触媒初心者の二人にはちょうどいいと思うし、二人ともそれでいい？うん、なんでも来いです。それじゃ二人とも頑張ってね。期待してるわよ。習得しました。新しいレシピ出来上がり。